できなかったけど、むちゃくちゃ努力したんですよ。これだけじゃないんですよ。見て覚えらんない、やる気にならない。法文を取る力だけはあったんですよ。和訳の下書きっていうのがあったんですよ。その成功体験がむちゃくちゃでかかったですね。大学に入ってからの方が勉強してるんですよ、英語。そうだし、まいましょう、もちちゃんです。さあ、今回はですね、森哲全然英語できなかったのに、一体どうやってできるようになったの、どうやって慶応入ったの、それを話していきたいと思います。まあ、非常に頑張ってやりました。英語力はですね、私、低かったですから、本当に英語できなかった。できなかったけど、むちゃくちゃ努力したんですよ。努力の賜物ね、この間実家帰った時にね、取ってきたんですけど、これ、赤本ですよ。じゃん。で、これで、95年って私が受けた年ではありません。何歳になるの ?95 年って。これで19歳だったら何歳?そうじゃないんですよ。昔の赤本ですね。それを手に入れて、めちゃめちゃ頑張ったんですよ。だから慶応大学文学部ですけど、この95年の赤本をですね、予備校からもらってね、ね、その古いやつだからっつってあげるって言われて、頑張ってやったんですよ。これ、9カ年分入ってるね。今って5年分しかないもんね。だからそれと比べたら、すごい!ちゃんと、全部やってる。書き込んでる。もう、がっつり。世界史とか面白い、ね。なんか現代史が現代史じゃねえ。はい。超頑張ってやってる。あと、サイズも全然違いますからね。昔の赤本の。今の赤本ってこのサイズだもんね。はい。こんなちっちゃかったんです。これだけじゃないんですよ。見て !89 年度版ですよ。そんなに昔のまで手に入れてた。で、89年から最近7年だから。82年とかってこと?そうですね。昭和で書いてある。昭和57年って書いてある。すげえ。こんなに昔のね、遡って手に入れてやってたんですよ。それぐらい、むっちゃ努力したんですよ。まあ、だからね、多くの人が数年分の過去問しか解いてない状況でさ、いろいろ言うわけじゃないですか。あだこうだってね。受験生の時、こんだけやってたんですよ、私は。まあ、幸いね、慶応文学部っていうのはそんなに出題形式が変わんないので、同じような形式。まあ、一時期ね、大問が2つになったりとか、ちょっとあれっていうですね、迷走したような感じの時があったんですけど、基本はまあずっと同じ形が続いているので、これ全部やったし、さらには、英語に関して言えば、もう国立形式なんで、記述なんで、とにかく国立の問題やりました。はい、参考書でもそうだし、国立系のね、参考書をやったりとか、いろんな国立大学の問題をひたすらたくさん解いてました。もちろん早稲田もね、受けなきゃいけなかったんで、で次第の勉強もしてましたよ。してたんですけど、だそれぐらい努力したんです。どうやって英語上がってったのか話しましょう。英語ゴミゴミだった私がどうやって勉強したのか話していきましょう。で、まず、で、高校時代は、まあ本当にこれ何度もいいんですけど、高1には学級崩壊状態で、もう全然ダメだったわけですけど、ひどかった。高1の時も高2の時も、なんであんなに先生とさ、揉めてんだろうねっていうぐらいさ。で、暗記科目は得意なんで、暗記はまあできるんですよ。で、オーラルコミュニケーションって、そのテストだけはなんかほぼ暗記だったんで、全然取れたんですよ。なんか表現覚えてればいい。なんかリスニングとかもあったんだけど、リスニングの初見問題というかあるんですけど、は全然解けない。何言ってるか分かんない。でも、暗記で取れるところはバッチリ取れてたんですよね。ただ、文法は分かんなくて、SVOC とかも分かんないし、まあ、とにかくどこにカンマがつくのかが分かんなくて、もうそれが一番ストレスでしたね。だから文構造が全く取れなかったんで。で、高2ってなって、で、高3で、いわゆる入試問題の授業があったんですよ。入試問題が、まあ、並んでるテキスト。で、それを、まあ、ただただ和訳していく授業なんですけど、先生が当ててね。それがでも全然わかんなくて、入試問題になってもわかんない、何にも。今までのやつは、まあ、なんとか教科書ガイドとか見てさ、こうかな、こうかなって推測してたのが、もうそんなんも全然できなくなっちゃってるんで、やばい状況でしたよ。そんな中、センター試験ですよ。はい、一生懸命暗記頑張りました。本当に。文法とかさ、単語とかさ、即単やってましたけどね、即単やって、文法の参考書とかやって、センター試験の過去問解いて、やって、じゃあいざどうだったのかって言ったらですね、まあ、7割だったんですよ。7割 ?4 部とかかな、それぐらいだったと思うんですね。どれぐらい ?147 ぐらいだったかな。ただ数学めっちゃできたので、そう、数学の問題死ぬほど解いたんで、それとか倫理とかね、その辺で補って、倫理と科学が得意科目だったんで、倫理科学できて、で、数学をめちゃめちゃ勉強したんで、それでカバーしてセンター試験突破したんだけど、まあ千葉大の二次はダメで、で結局浪人して、
その時にまあ初めてね、まあ予備校の先生習って SVOC とかが分かったと。で、引き続きね、単語の勉強は続けてます。で、ただまあ文法の授業とかさ、いろいろ出て分かってはいくんだけど、アウトプットがやっぱ全然できなくて、マジで苦手でね。だ、参考書やってもなんか、とりあえず熟語の参考書とりあえずやってみよう。続かない。解体英熟語やってみよう。覚えらんない。やる気にならないっていう感じで、ただただ授業は面白くて聞いてたんだけど、浪人の時ね、全然自分でできるようにならない。参考書は増えていくみたいな感じで、まあ朝5時にバイトで起きてましたから、それでバイト代で参考書とかも買ってたからね、やってくんだけど一向にできるようにならない。まあそれは他の教科もですね、世界史も古文もね、そういう感じでどんどん増えていくけど、できるようにならないなーって思ってて、講習とかね、夏季講習とか冬季講習も自分バイト代で出してましたから、それで受けてって、でセンター試験、2度目のセンター試験に行くんですよ。そしたら下がったんですよね、点数がね。144ぐらいだったと思うんだよね。そんなバカなと。1年間こんだけ勉強したのに、もう何ヶ月、10ヶ月ぐらい勉強したのに下がるとこあんの？なって、まあそっからやばいと。自分でもう問題演習やっていかなきゃっていう風になって、まあ、授業中心から自分で解くっていうのを中心に移ったんですよね。そうだ、まあ数学の時に、まあ、成功体験があったんで、まあ、とにかく問題たくさん解いて、ね、数学はできるようになってたんで、もうこれだと思って、まあ、ひたすらやりました。ただまあそこで強かったのは、速単はもう上級編まで行ってたんでね。そうだから単語力はあったし、構文ですね、構文を取る力だけはあったんですよ。構文、それはもう本当にね、富田先生に感謝なんですけど、構文好きだったんで、あのパズルみたいなのが、それができてたんで、文法とか語法の知識は少なかったけど、構文読解の力は結構あったんで、でそこでアウトプットしてって文法問題とかも解けるようになり、で和訳ができるようになった。もうひたすらやりましたからね。だセンター終わりなんで、まあ科目が減ったんでね、やんなきゃいけない。数学をすごいやってたのもなくなったし、で倫理も僕ね受けてましたから、倫理も一応やってたんで、まあ、世界史倫理ほぼほぼ点数変わんなかったんですけどね。だからもう世界史と国語と英語に絞ってやってたんで、まあ、とにかく国立形式の問題をもう山ほど出て、本当にたくさん解きましたからね。構文取って、あ、そうね、ノートが見つかればよかったんだよね。和訳ノートあったんですよ、僕。だからこれら全部書き出して構文取ってたんですよね。構文全部取って、それをパズルのようにね組み立てるんですよ。ここからここまでが就職範囲で、でそれがこれにかかるっていう和訳の下書きっていうのがあったんですね。でその和訳の下書きがあって、その和訳の下書きを綺麗な日本語にするっていう訓練してましたね。だ東大のね、その留学を東大に入る時も和訳ですから、基本的に。だからまあ同じように和訳ノート作って過去問やったりとかして、それできるようになりました。やっぱベースはその浪人した時の構文ですね。解ける構文、英文解釈できるようになったっていうのが大きかったですね。まあその努力があって本番できたんですよね。もう死ぬかと思ったけど、もう何にも食べれなくてね、気持ち悪くて大変だったんですけどね。本当にリポビタンデーだけ飲んで鼻血出しながら小論文のテスト受けたってあるしね。その成功体験がむちゃくちゃでかかったですね。でじゃあそれですぐできるようになったのかって思ってる、そうじゃないです。だからそのもう本当に慶応文に特化したものだったんで、だから早稲田落ちてますからね、僕ね。慶応文に特化したお勉強だったんで、でやっぱここが全然できなかったんで、まあ早稲田は無理だったんですけど、英語も別に取れたと思ってないですね、ぶっちゃけ。慶文はやった感はありましたよ。でも早稲田は英語もそんなできた感はなかった。世界史もああやっちゃったなみたいなね。そう、なんかできるできないの感覚がそんなになかった。世界史はね分かったんですよ、できたとできないは。慶文はできたと思ったし、早稲田の教育はできなかったと思ったからね、そんな感覚もないくらいだったんですよ。だから大学入ってそっからめちゃくちゃ勉強しましたからね。まあ参考書マニアになっちゃうんですけど、参考書買いまくって、ヨゼミの先生のとかね、中古とか買いまくって、もう毎日寝るときこう読んでましたね。参考書。文法だったりとか、読解だったりとか、構文の英文解釈のとか読んで、そこでレベルが上がっていくんですよ。だ正語問題めっちゃ解いてできるようになったって言ってるじゃないですか。でもね、それ受験期じゃないんですよ。別に早稲田の教育にも、県部にもね、正語ないですから。大学生になってからですね。大学生になってからもうめちゃめちゃ解きました。もう参考書も立ち読みとか超したよ。もう数千台解いたわけですよ。だからもうそうやってできるようになってった。だから大学生になってからめっちゃやった。大学の時もライティングの授業全部取ったし、慶文なんて英釈文借りるのしか出ないから、これじゃダメだってなったし、でやっぱ喋れない。スピーキングも全然だってなったしね、周りにいっぱいいたから、これじゃダメだっつって、スピーキングも勉強だ。絶対留学するんだ。でさらに教えるわけじゃないですか。教えるときにね、高三生とか教えるとき分かってなきゃいけない。だから文法だったり、正語だったり、ライティングだったり、もうひたすら勉強して、そうだから実は
大学に入ってからの方が勉強してる英語、大学受験レベルの勉強とかもやっぱ届かなかった部分あるんで、そこを補っていっぱい勉強してった、それでできるようになったってことだ。TOEIC が有名ですけど、 TOEIC マニアとして有名ですけど、実はこのベースがあったんで留学してからドンと一気に行ったんですよね。だからあの時の受験勉強、そしてその受験勉強、また大学に入ってからも大学の英語の勉強もしますよ、プラスアルファで受験勉強ですね、他の早稲田や慶応に入っている人、東大とかね、そういう国立系に入っている人たちのレベルまで行かなきゃって言って毎日勉強を続けたんですね。はい、実はこれが私ができるようになった秘密でした。はい、これ参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、優勝ありがとうございました。 Thank you for watching。